おはようございます。カブトムシゆかりです。ギャラクティカ始まります。はい、ということで本日は将軍下赤塚店さんにやってまいりました。まあ、私ギャラクティカではこちら の、 あの将軍さん結構お世話になるので、まあ、なんとなく朝どこに行くかっていうのがだんだん分かってきたんですけど、まあ、本日はですね、まあ、カバネリのオールスターパネルが3台寝台改装導入されてるんで、まあ、そちらがすぐ埋まりまして、で私が取れたのが千賀コートメ4なんですけど、こちらも埋まってましたので、私最後の1台3台あったんですけど最後の1台座りました。で、まあ、あとはもういつものようにジャグラーにお客様が行ったりとかで、意外と朝は朝一北東の島は埋まってはないんですよね。なんかモンキーターンだったりとか、本当にねこちらの赤塚下赤塚店さん将軍さん、なんていうんですか、そういうのを見るのが常連さんの動きを見るのがすごい楽しいなと思います。前はねリゼロに皆さん何年か越しのリゼロにいつも埋まってたりとかしたんで朝一、はい、その辺も楽しみながら FG 台を探しに行きたいと思います。はい、ということで戦国乙女4を座れたんで朝一はこちらで行ってみたいと思います。とりあえずバー狙っとけば大丈夫そうです。で、まず規定ゲーム数で、まあ、ボーナス、疑似ボーナスを目指す。で、まあ、その規定ゲームの以外にはこの右側のミコカウンターですね、まあ、1ゲームで1個減るんですけど、カウントがどんどん減らしていくんですけど、この5ポイント減ったりとか10ポイント減ったりとか、当たり役引くと大幅に減ったり、その辺のレア役を上手に引いていって、まあ、チャンスゾーンから疑似ボーナス当たったりとかもするっていう感じです。レア役に設定差ないんで、とりあえずちょっとねうまいところでレア役を引ける女になります。なんでグミちゃんが出てきたんだろう今。レア役、レア役じゃない、なんだろう、なんだろう、発展するのかな。結構ゲーム数の後半150以降で軍技とか行くのは高設定の挙動なんですけど、がめったにない、そもそもその150からのところはモードの部分はないんで、これちょっと朝一これがあったのがチャンス。いやグミちゃん2回来てる、もうちょっと来てくれたら、あ2回来た、3回目か、全長から含めたら。いやここで当たったらちょっとすごい大きいかもか、直撃、直撃ってこんな当たり方するのかな。3人来た、当たるぞこれ。いや当たるやつ4人来たから、レア役じゃなくて、あれ役か、チャンス目、当たった最適解はい、これ175ゲームなんですよ。150のところかな、軍技全長いって、あやっぱ直撃でした。で設定差あるんで、でしかも、あそっか、直撃しましたいやもう朝一から直撃ちょっと嬉しいな。駆け抜け、お引いた、強じゃない、弱チェ、弱チェか、ちょっと弱チェは弱い。駆け抜け乙女しないようにで 25% くらいか、1で 24.9% で6で 31% くらいあったんですよね、勝率が。まずここの 25% 約 25% を突破したい。レア役、レア役、弱レア役、あ勝った、いった、取りました、やったで、これね約 25% 取れたんで、この後は
上乗せ特化のゾーンに入ります。 50%、66%、80% 継続のバトルが始まります。吉本弱い、星2つ、黄色一番下のランプ、あレア役引けば大丈夫。あでも弱攻撃だからどうにか立ち上がるかも。立ち上がらないともったいない。まだ大丈夫。これも第3停止まで復活。あなかった終わっちゃった。30ゲームですプラス。もったいない、もったいない。これがもう一個上のステージに、あでも結構あの炎強めなんでボーナスいるかもしれない。いるな、ベルナビですもんね、レア役じゃなくて。いやいや、いないか、うわなんとも言えない。あいるいる、今日パターンだ。いけそう、いける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 、ある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 、なかった、いやなかった。あでもまだいる、やっぱいるんじゃない。いた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 、いました。でここで出陣ボーナス取れました。いやーよかった、いけます。ねー 3.2 分の1で白7が揃うんですけど、このキャラによってどこで止まるかなんですが、とりあえず緑以上のところで止まればいいかなっていう感じで、ここで 3.2 分の1は引かないでほしい。でとりあえず回避で、ここまで行くと熱いんですけど、ここまでなかなか 3.2 分の1引いちゃうから緑で来ればいいや。ここでここで来てほしい。来ない、来ないならもうあと2回踏ん張ってほしいなっていう感じなんですけど、頑張ってない。ここここスルーできたら大きいんだけど、 3.2 分の1もう引く、よし次で引いたら熱い、めちゃめちゃいくぞ。 3.2 分の1お願い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 、引かない、もう一周いかないで、もう引くんだわ 3.2 分の1は。いやもうそうなんですよ、まあまあ引いちゃう。キャラによって性能が違うんですけど、リプレイで上乗せ確定なんですけど、でもそんなにリプレイで上乗せ確定って5ゲームとかずつしか乗っていかないし、リプレイって多分9分の1くらいなんでそんなに引かないで、ベルはよく引くけど、なかなか乗らないけど、乗ったらでかい、あとはレア役を引けばいいかな。リプは引かないんですよね。よし、ナビなし、何これ熱いじゃん、レア役だ、チャンス目、追加追加だけど、まあ、10ゲームか、なんかもうちょっとあるかと思った。あ15ゲームか、15ゲーム少ないですけど、ここにプラスボーナスの分がプラスになるんで、全部で25ゲーム増えました。25ゲームでもう一回レア役を引けるかな。これねまた王外バトルですね、約 25% くらいのレア役を引こう。はいよ、あ強いの来ちゃった、豪勝犯みたいなの、これ来るともうちょっとしんどい。終わっちゃった、あ弱チェでいけました、 50% くらいで、 弱でも 50% くらいありました。よし、いやいい、ここのいい弱チェ引いた。でここも最低でも 50% の継続率なんですけど、星3つのもっと近い、や弱攻撃だ、よし弱攻撃避けれない、頑張って頑張って、ダメだ弱い、もったいない、あーない、ここがめちゃめちゃ下手、せっかくこの 25% とか取ってレア役頑張ってるのに、ここめちゃめちゃ下手ですね、めちゃめちゃ下手だ。またまた大外バトルいきます、3回目レア役引ければいいですけど、
効いてる、レア役引いてる、弱でも5割、強チェだったらいける、弱チェいけ、よし、弱攻撃、弱攻撃、立ち上がるかも、どうかな、いけました。でも次こそ3回目なんで、次こそは継続させたい。だ 50% 全然取れてないんだもん、最低でも 50% ですけど。さあ緑ランプ、まあ、50% の可能性が高いのかな。もうほら、ソーリン星2つ、レア役、あ、いけました、よし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 。でこれ5戦目と10戦目に出陣ボーナスのチャンスがあるんで、そこまで継続させたい。で5ゲームずつですかね、大体振り分け的にはほとんど5ゲームなんで。あ、いいね、宇治政星4つ、でも先制取られちゃいましたね。弱攻撃の宇治政だから大丈夫かな、避けました、よし。5ゲーム、吉本危ない、レア役で強攻撃きた、終わりそうな、ここはちょっと厳しいのかな。はい、4戦まで行きました、5戦まで行きたかったんですけど、出陣ボーナスのチャンスダメだ、40ゲーム。いやでも恩返バトル今のところまあレア役引けてるんで、3戦中3戦取ってますね。恩返バトルに行きます。いや4回目、いや強い強い、レア役がないと。はい、終わりました。あ、てか全然なんか間違えてた、デフォだ。で今300ゲームのところで、どのモードでもあの天国以外はここの300のゾーンちょっと割と厚めなので、ここで当たれないとなんかもう天井行く印象あるんで、なんとしても300の台で当たりたいです。弱い、いやー弱い、やめて、ないかった、エマがまた青いの乙女アタック、なんかもういけるとき、ここがもう赤文字とか赤タイトルだったりとかするんですが、いかないかない、かない、乙女アタックやりたい。なんか朝はあれですよね、直撃引いてで出陣ボーナスも引けて、で鴎外バトルに3回も勝てて、ちょっと勝ちフラグかと思ったんですけど、なんか内訳が全部出陣ボーナスも青いところ引いちゃったし、あんまり伸びなくて、ちょっとなんかでかいのが欲しいですね。いやー、乙女アタック欲しい、よっ、尻尾が出てるといいんですけど、チャンスアップ、いないな、あリロック、1回強チェだったらもう1回、お、また乙女アタックの抽選してくれる、あ、緑ね、青よりいい、エマが緑でした、頑張ろう、これ頑張りどころ。あ、でも軍技いっちゃった、軍技いっちゃいましたね、追加投資、あ、でもこれいかないで乙女アタックとかかな、乙女アタックの煽りが来た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 、乙女アタック来た、 52% です、期待度トータル、あんま体感に 20% ですけど頑張ろう、ね、まあ、2ゲーム間を
まあ、10戦やる感じか、まあ、小太郎以上の両キャラを引くのが大事。鴎外はちょっとまず無理、村雨も霊薬引かないとちょっと厳しい。でこの振り分けね、小太郎が 7.6% とかなんですよね。で 7.6% とかで、まあ4割以上あるんで、そこを引っ張ってくるのが大切。あでこの3戦と7戦と9戦がチャンスなんですけど、ここ3戦でチャンスで村雨なんで、レア役引ければレアカットイン入った。レア役ではないけど、ここだったら AT、 いや AT もついてきた。いやナイスナイスすぎる。でここね AT は来たんで、あとは鴎外バトルのストック、あ違う、出陣ボーナスどっちだっけ。でもまあいっぱいいければ方がいいです。で小太郎4割 40%、 42% くらいあるんで、よいやカットイン入ったね、欲しいね。ダメだった、もったいない、せっかく小太郎引いたのに。もう鴎外はもうエア、鴎外は霊薬引いてない限り 0.9% とかなんで、まあでもこれで AT 入ってるんで全然ありがたい。ここもあれか、あれここもそっか重要。でも鴎外でした。でも 0.9% もしかしたら引かないですね。村雨出した、追加投資で8000円ですね、トータル。でないんですけど、ここの3戦で取ったのが大きいので、ボーナスなんですが、エピボが来るんです、エピソードボーナスが来ます。で AT に行きます。山本寛介でここから強川ラッシュに行きます。行ってきます。よしよし、2回目何もなく行きました。規定ゲームで当たってると鴎外は無条件で勝利するんですけど、あでも全然負けコース。でした、あかんが、あかんオーリーの224枚。尻尾出てると思う、尻尾出てると思うの。あれ出てない、あれえダメだ、ダメだった。2段階来い、2段階、強制まとめアタック行こう。青山、まあでも赤でも外れるからもうどうでもいいです。ああ赤い、タイトル赤い、頑張れ、頼むよお願い。ダメ、ちょっと乙女アタック下手すぎるんですけど、なんかなエピボ引いたりとか乙女アタックも入れば一発で仕留めてるんで、なんか引きはいいんですけど、いまいちこう伸びる部分で頑張れきれてない。でも乙女を午前中打ってまだ1万円っていうのはいいかと思います。かなりいい方。はい、お昼になりましたということで、店内の、まあ、FG 台の方ちょっとぐるっと回ってみたんですけれども、まあ北斗がやっぱりあったから皆さん座ってて、北斗1000枚オーバーの台が 2,3 台あったりと、まあ、でもなんていうんですかね、密度でいうとカバネリですかね、カバネリ3台入ってるんですけど、3台中2台が
まあ、1000枚オーバーで、なんか多分あとの1台も良さそうな感じだったので、まあ、3台のカバネリなのかな、 FG 自慢で言ったらそうなのかなっていうのもあるんですけど、あの私の打っている戦国乙女4の島も、私左の台打ってるんですけど、中右も真ん中の台はボーナスが軽いんですよ。でもう一個奥の台はあの AD が伸びてるっていう、まあ、ちょっと状況が見切れてはいないんですけれども、まあ、自分も含めて悪くはないんじゃないかなっていう感じです。私はまあ FG というかちょっとね引けるところは引けてるんですけど伸ばせない、ちょっとトリガーが足りないので、その辺後半頑張っていきたいと思います。あ、なんか1万6000円天井に向かってんの忘れてた。ご飯食べたらメンタルリセットしちゃうんですよ。もう少しだね。いやでも流れは変わると思うんですよ、ご飯食べると。あーそうか、ここで乙女アタックが、うわ来た、乙女アタックでした。よいしょ、当てよう、1回目は成功してるんですけど、2回目、 52% よっ、お願いします。村雨、とりあえず 7.6% を引っ張ってくる。王外はダメです。ここ大事、3人目、3と7と9が大事。大外になっちゃった。うん、あ、小太郎来た、 42%、 はい、アリス、これで入って どうだ。よし、ボーナスは確定しました。ボーナス1個、1、2、3、あ、1個遅いな、5、6、7、まあ、信長と宇治政、あとは頑張ります。ここはまあいいです。次が、次のキャラが大事、村雨以上がいい。よいしょ、よし、村雨レア役引ければ。ダメか、なんか何でもないけど当たっちゃったりしない。ここが大事、小太郎来ないですね。 AT は決まらない。まあまあでもよかったです、ボーナスはボーナス、2万3000円です当時。純粋に疑似ボーナス消化するの今日初めてだ。何にしようかな、裏でいきます。霊薬引いたらボタンプッシュで、それが通ってれば告知、裏告知で。30ゲームでした。あー、レアク引いた。あー、強調だったら 55%。 あ、強調だ、 55% いきます。取った、取った、嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。あー、やったね。あー、強化も入れました。まあ、投資22本なんでちょっとね1000万以上は出したいと思います。あれ、出陣ボーナス2個取ってたかも。え、あ、じゃあゲーム数かな、わかんない、多分出陣ボーナス出てきました。とりあえず 3.2 分の1は3回引かないでほしいんですけど、私でも引いちゃいそうだよ。ここを回避できたら緑以上で、こう紫熱いじゃん。ここを回避してほしいな。おし、しかも昇格しそう、レア役引いたんじゃない、いかないけど、ここの2つで決める、もうどっちでもいい、緑でいい、青じゃなければいいんだ。熱いの、熱いの来た、絶対引きたいところ来た。いきます、お願いよ、 3.2 分の1、ここ大事、超大事、いかない、もう青だ、青だ。昇格しないかな。
いやーまあそうだよな。いや、まあ、中で強調もう一回引きます。頑張ろう。リプレイで上乗せ確定。ベルは乗りにくいけど乗ったら大きいよ。あとはレア。あ、リップやっとやっと5ゲーム。お、リップ引いた10ゲームは乗った。はい、まあ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 伸ばしていくことが大事で、10つけてくれるんで20ゲームだから、これが70ゲームスタートですかね。よし、うわー、やばか。あ、来た。4択当てよう。どっから。中、右、左。中からスタート。中、左、右で、あー違かった。どこで分かるんでしたっけ。あ、ここだ。中、右、もう全然違う右、左、中でした。いやー、大会バトル行ってきます。ここに来ちゃった。レア役、レア役、レア役。あ、弱攻撃。悪くない、悪くない。立ち上がれるかもしれない。よっ、いけた。これはシンプルに4分の1を取れたと思う。何も引いてないか。あとは、うん、そうですね、ゲーム数も違う。いや、これはもう今日こそ頑張ろう。4回目ですよ。ここ頑張ろう。50% から 80% のループ。元地下ランプはずっと黄色。星3つ。うわあ、強攻撃きた。下手くそだな、ここ本当。めちゃめちゃ下手くそなんだ私。めっちゃ下手くそですね。あ、大丈夫だった。え、何何、一番上のボーナスいました。ここの80のところ。3で出陣して、いやーよかった、出陣ボーナス。今度こそ頑張ろうね。外バトルもそうですし、出陣ボーナスもなんかうまいことやれてないんですよね。かなりいい感じなんですけど。いや、出陣ボーナスいってきます。今度はいいの、緑以上を取りたいと思います。よし、お願いしますよ。緑、紫、いや緑、そうですね、最初にもう決めちゃうかな。ひとまずちょっとここはね、欲張ると青で止まっちゃうんで緑で、でなんか安定して50ゲームくらい欲しいかな一旦。いや、ここで全然いい。よし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 、いいよ。はい、緑キャラ、ベルフリーズ、上乗せ高確率。乗らなかった、10ゲームだけ。あー、なんか引けた、よかった。チャンス目、よし、トリプル抽選。10ゲームだけど、これのエアーク高確率も引いたし、ボーナスも取っててほしい。でここでレア役をさらに重ねていきたい。大外バトルいきます。よし、レア役、あ、来ちゃいますよね。589枚、まあ、半分くらい返ってきたかなっていう感じです。121ゲーム、なかなか難しい。どうせ、あ、1段階、あ、2段階で、3段階でプチューなんだけど、2段階、うん、2段階。子供アタック 50%、 ボーナス 50%の強チェいきます。当たったか、ボーナス。よし、持ちメダル。
146ゲームです。来ます。これでもパツッと入れちゃおう。どうしようかな。チャンス告知、チャンス告知、継続は確定でプラス10。よし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 、青カットイン。あー、いかない、なかなか難しい。お、高い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 。あ、いった、出る出る、でいった。嬉しい。てか AT 全部入ってるんですよ、ボーナス引いたら。これはいい、追加がいいね、追加でいいね。 12.9% ないか。強化は行きました。強化はやっしょ。気配激アツ取った。これはさすがにやった。出陣ボーナス下手くそだけど、ちなみに持ってん。よし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 、取れた。14パンを取れたのかな。よし、行ってきます。出陣ボーナス。いやー、もうここね。あー、青青みで、もう何でも何でもどうぞ、何でもどうぞ、もう何でもいいよ。よし、何でもいいって言ったら青来ちゃった、速攻。いやでもここで頑張ればいいから、青とか緑とかで頑張ります。あー、やっと来た。よしよしよし、押させて押させて、やっとやっと10ゲーム、やっと10ゲーム。はい、20ゲームですね。一番乗ったんじゃないかっていうくらい。ただ本当に出陣ボーナスが下手くそすぎる。しょうがない、しょうがないです。公開バトルは結構頑張れてるんで、ここは頑張りたい。あの、うーん、初戦だけは強いんで。よいしょ、先制攻撃しちゃえよ、もうダメか。あ、ほら、やっぱ弱攻撃よ、ダメか。頑張れ。あー、ダメですか。弱攻撃だったんだけどな。第3停止まで分かんない、ダメだ。80ゲーム、まあでも829枚出ました。レア役引いてる。1ゲーム後に、1個前だったら 50% でいけたのに、なんてこった。いやー、どう、ステージは良かったけど、なんか当たらないわよこれ。天井よ、このままだと。当たった、ブツブツ言ってた、当たりました。やば、これの今の今のスイカってどうなんだろう。死にスイカかな、死にスイカか。ここからボーナスですもんね。エピソードだった。さあ、強化はラッシュいきます。おー、あー、ビールロック。1回2回、1回か、強制。あ、違う、チャンス目だ。あ、じゃあスイカ、スイカで後期、スイカで上乗せだと30ゲーム以上なんですよね。30ゲームだ。わあ、延命でした、残り1ゲームで。2位、レア役。ああ、スイカか、チャンスを止め、スイカでチャンスを止め。何でもないのか、後から出てこないからチャンスを止めって言ってるんですけど、あと乗せなかった。妨害バトルです。レア役が良いかった。いやー、強い。
終わりか。233枚伸びない。またレア役を1ゲーム遅いんですよね。弱チェもったいない。もうまあ強チェじゃないからあれですけど、乙女アタックを速攻引こうかな。乙女アタックいった。いやここは本当に頑張ろう。乙女アタック、頑張れよっ。あー 52% 本当にあるかしら。もう小太郎頼み。来た小太郎来た。よしお願い。ダメだ。村雨、家康はチャンスキャラ。あーでももうやっぱあれが出ないとダメですよね。カットインが、小太郎がダメだともったいない。大事なところ。村雨レア役よっ。あーダメ1回。孝太郎が2回来た。2回いけるおーい、乙女アタック取った。で次取れれば AT 大外か。もう一回ボーナスですね。ここで入ればいいですけど。ああ、ボーナスです。あと告知にしま…あ、びっくりた。なかなか頑張ってます。最終各地で行きます。中竹先生が同じ収録してました。同じお店で収録。アップルパイ通黒弱チェ 12.9%。 弱チェ2回、 12.9 が2回。何もないより、あ、スイカも引いた。 12.9、 3発引いてますからね。キングタイム行きます。エクセレント、グレート、エクセレントあるよ。結構割とバランスはいいんですけど、取ってないかな。グレート、うわ、なんとも言えない。どうです、アップルパイできてる。 12.9、 3発のどれかで取ってるかもしれない。いやー強い。この AT 入るのは強いんですけど、なんで伸びない、なんで伸びない。これちょっと時間的に、そうですね、ここ伸びるのが一番いいですね。モード示唆みたいなのはないです。頑張ろう。よしよしよし。ボーナスもいるし、昇格する。もうここ頑張ろう。うわー、チャンス目。頑張れ。ここで緑でいいじゃん。もよっ、いかない。青ばっかりだ、七人ボーナス。まあ30だから頑張った方だと思う、今までの七人ボーナスに比べたら。あー頑張って。大外バトル行きます。大外バトル
レア役、レア役。まあ来ちゃうな。538枚、91ゲームなかなか難しい。へいへいへい。ちょっとこの辺で乙女はあれかな、この100ゲーム天国はなかったんで、100ゲームで引っかかることあるのかな。通常 B か C だったらあるんですけど、ここでなかったらやめちゃおうかなと思います。また持ってかれそうなんで、ないんでやめます。ちょっと乙女はやめたいと思います。いや、なんか自分に収めたいんですよね。まあ、戦国乙女とバルブレブったからこれだけ負けてもしょうがないよねって思いたいから、ちょっとブブブにしました。とりあえずチャンスゾーン1回見るくらいでまろやかにいきたいと思います。あん、弱い。お、ビバ近いって言ってる。これ近いって結構近いですよね。いや、そしてどん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 打っちゃうやつ、怖い怖い。でも近いって言わないですよね、なかなか。まあ、とはいえビバを引かないですからね。さあ、ここでおみくじ獲得。ビバじゃない、やっぱ。でも中吉なんだ。結構時間かかっちゃうかも。後期兆し、これ入りたいな。でもなんか動きはいいですよね。兆し、いや、いるでしょう。赤兆し、ダメ。あー、いいね。これでまたビーバー引けたら近いんじゃ。おお、立った。当たったのかな。あー、いいね、当たりました、よかった。ひとまず成功。なんか魂胆は先行しました。ここから、まあ、入るか分かんないですけど、お願いね。これは勝手に揃うのか、お願い。やったー、なに、ボーン。よし、行きます。よし、一発一発これを伸ばす。あー、引かない。おお、引いた、100本。やったー。わー、ひとまず。誰、200枚か、よくて300枚。ここ超えた300がでかいんですけど、ダメ。223枚いけます。誰につくの、ここか、無名ちゃん。頑張れ頑張れ。あー、いいじゃん、もう当たる。およよよん、いやー、嬉しい、やったね。君か、
300だって。おーし、300、嬉しい。あー、たまらなかった、300枚あったのに。おー、ダブル。いや、いったじゃん。よかった、言ってたら。おームメイちゃんか、また。ラスト、ここは引けばいい。とにかく引けばいい。引けませんでした。あ、ブロンズが出た。2以上が出るんだ。402枚。まあまあまあ、でも、はい、早いな。あら、弱かった。違うかった、違うかった、違かった。いいかな、ビバさんついてるけど、誰かにビバついてるみたいな感じで、溜まってるみたいな感じで帰ります。はい、お疲れ様でした。ということでギャラクティカ、本日は、将軍島岡塚店さんで収録してましたが、まあ、私は朝一より戦国乙女4を打ってたんですけども、まああの初当たりも取れてるし、あの何より全部 AT、まあ、エピソードボーナスも出てきたし、直撃も引いてるし、別にボーナスからあの AT も入ってるしっていう、かなりあのそこのところは良かったんですけど、私がね、なんか多分大外バトルと出陣ボーナスが下手くそすぎて、ちょっとあの乙女のいいところは見せれなかったんですけど、一応3台島があって、お隣もすごい初当たりバッコバッコ当たってて、でそのお隣も今もう4000枚出てるので、ちょっと FG 島戦国乙女4なんじゃないかっていうところもあるんですが、まあ、あのバイオ7の方も朝からねずっと3台打ってて、枚数も出てるのか。そうですね、でもカバネリは結構2000枚やめ出してやめられてる方がいたりとかする。バイオの方なのかなっていう、なんかバイオどっちも座ってるんですよね、3台ずつ。ベンデッタも、まあ戦国乙女バイオ島で言うとかなって思うんですけど、神明富士以外は多分同じ島にいた4000枚の、スマスロ戦国乙女法なのかなと思っております。私じゃなかった、私じゃなかったんですけど、あのかなりねいいところまでは行ってたんですけどね、次頑張りたいと思います。もう本当に私大好きなんです、ギャラクティカで。ここのお店さん来るのもうなんか勝てそうだから、本当なんで探すのがすごい楽しいです。ということで次こそ頑張りますっていう、なんかいつも言ってる気がするんですけど、頑張ります。ありがとうございました。